こんにちは、今日は食べられる野草第、2弾ということで、今近所のこのカバンのへりに来てるんですけど、ここでちょっと生えてる野草何種類がありますので、ちょっとレポートしようと思います。まずちょっとこう目についたのが1個あるんですけど、実はこれは大根です。野生の大根です。ちょっと逆光なんで、葉っぱはこんな感じになってますけれども、一見するとこう油な葉ではあるんですけど、こうちょっと根っこがむき出しになってる。多分これ動物が食べたんじゃないかと思うんですけど、こういう風にちょっとなんか食べた後のがむき出しに、たまたま今見つけたんですけど、野生の大根です。多分栽培種の種が飛んできて、多分こう生えたんだと思うんですけど、いきなり大根というちょっと珍しいものが見つかりました。次に、これが、黒がらしですね。これも油中ですね。特徴としては見ての通り葉っぱが紫色なのと、まあちょっと、茎は緑なんですけど、葉っぱはこういう感じで紫で、これも、同じように、大きくなると黄色い花を咲かせます。それから他に今何かこれですかね。これは、これは西洋油菜ですね。ちょっとまだ小さいんで特徴が分かりにくいかもしれませんけど、つぼみがちょっと出てますね。こういう感じでつぼみが出てます。他に、ここにも、はい、これも西洋油なんですね。特徴としてはですね、これ分かりやすい、こう葉っぱが茎を抱いています。これが西洋からしなになるとこう葉っぱが茎を抱かないんですけど、これは西洋油菜、ちょうどこうつぼみができて食べ頃のいい感じの美味しそうなやつです。もうちょっと見てみようと思います。ここにノビルが生えてます。これがノビルというやつですね。ノビルは、ちょっと生えてる場所によってこうちょっとまた違ったりするんですけど、ここに生えてるタイプのは比較的、緑が、色が薄くて黄緑、どちらかというと黄緑色系のこの葉っぱのものになります。もうちょっと大きくなってから食べた方がいいかもしれません。ここにヤブカンゾウも生えてます。これがヤブカンゾウですね。ちょっと一本抜いてみようかな。よいしょ。こういう感じ。これがヤブカンゾウです。これ食べられます。ちょうどこの3月の中旬から下旬、あるいは4月の上旬頃がこう一番小さくて食べ頃です。これはもうこの時期のはわかめは、全部食べられます。なるほど。これがちょっと大きくなると葉先が硬くなるんですけど、今の時期はちょうどこう手のひらサイズの、これはもう、煮物にしてもいいし炒めてもよしという感じで、癖がなく、非常に美味しい野草になります。とりあえずはこんな感じでまた、別の場所でレポートしようと思います。以上です。